こんにちは、粟田洋介です。今日は作品と額の色が結構合ってるんだけど微妙に合わない、もしくは合ってるんだけどなんか物足りない、そんな時の一手間についてお話ししたいと思います。それはとても簡単な方法です。作品に合った額が見つからないとき、もしくは手元にある額の色が全然作品とマッチしてない場合は、額全体に色を塗ってしまいます。スプレーペイントで塗る場合もあれば、アクリル絵の具で塗ってしまうこともあります。ですが、額全体を塗るっていうのは結構な手間になります。すでに色のついた額になると表面がツルツルなので、その上からペイントしてもペイントがとても剥がれやすくなってしまいます。なので色が塗ってあるツルツルの額の場合、私は紙やすりで表面をザラザラにします。その紙やすりをかけるって作業がかなりめんどくさいので、色を塗る場合私はこういう木の何のペイントもしてないフレームを用意します。ですが、色を塗るときにペイントの定着を良くするために私は下地材のジェッソというものを塗ります。ジェッソを塗らないでアクリル絵の具とかで塗っちゃうときもあるんですが、そうすると結構木が水分を吸うので何コートも塗らなきゃならないことがあります。木に染み込んだ感じの色っていう風にするにはいいんですが、結構はっきりした色で塗りたい場合はジェッソを塗った方がいいのでジェッソを塗っています。まあ何にしろ額全体に色を塗るっていうのはかなり手間がかかります。今日紹介する方法も額に色を足していくんですが、かなり手間の少ない方法になります。それからちょっと色合わせの方法についてもお話ししたいと思います。ちょっとすごい小さい絵なんですが、数週間前にこの絵のショート動画を出したんですが、これは色鉛筆画で最後こんな感じで額に水玉模様をつけました。この絵なんですけど、白い額に入れても合ってるんですけど、ここにさらに水玉を足すとないよりももっと合ってるような気がします。で、この色合わせの時に絵全体に使われている色を足しました。紫系の色、ブルー系の色、グリーンっぽいブルーなんですが、バックグラウンドで大まかに使われている暗い部分ですね、そこら辺の色を持ってきました。ここに濃いグリーンとか黄色とかがあるんですけど、この光っていうのをメインで目立たせたかったので、この光に入っている色とか、ちょっとこの細かい色ですね、そういう色をこのフレームに入れないことによって絵として引き立つと思ってこういう風にしました。ですが、色合わせの方法なんて何通りもあって、もしここに黄色とかこの辺にあるグリーンとかそういう色を混ぜたところで合ってると思うし、それはそれでまた違ういい組み合わせなんじゃないかと思います。では実際にこの額にアクリル絵の具でさっきみたいな模様をつけていこうと思うんですが、その前にちょっと絵を描いていきます。最初にペンで描いて、それから色鉛筆で着色していきます。色鉛筆で色を塗っていきます。では書き終わったので額に入れます。この白い額に入れます。白の額ですごい合ってるんですが、ちょっと周りに模様をちょこちょこアクリル絵の具でつけていこうと思います。でね、この額がツルツルの時は絵の具の定着がすごく悪いので、目の細かい紙やすりで軽く傷をつけるんですが、この額のペイントはそんなツルツルじゃないので、直接アクリル絵の具で模様をつけていこうと思います。今回はこの光の色を水玉模様でつけていこうと思います。この明るい黄色に少しこの赤
を足すとこんな感じですね。もうちょっと黄色を入れて、今度はグリーンを少々、ここら辺の色ですね。ここにちょっとサーモンピンクっぽいのを作って、どうだろう、いいかもしれないな。今度はここにニスを塗っていきます。めんどくさいので、いやーって塗っちゃいます。こんな感じで3色光の色を塗ってみましたが、絵と額の色がいい感じでマッチしてるんじゃないかと思います。白い額も良かったんですが、こんな感じの一手間で真っ白な額にちょっとプラスしていい感じになったと思います。ちなみにこの絵のタイトルは日の光を見る猫です。この太陽が昇っていくのか沈んでいくのかはあえて考えないで描きました。なぜならこの絵を見る人の気分によって朝日か夕日かを選んでいただけたらと思ったからです。で、最後に他の小さい絵ですね、何枚か紹介してその色合わせについてとかちょっとお話ししたいと思います。これは猫と月っていう絵なんですけど、この額が先にあって、これに合わせてこの絵に色を塗りました。まあ、ターコイズとちょっと黄色みがかった赤なんですが、私は絵を描くとか色合わせをするとかって時に理屈で考えないで感覚で合わせるんですけど、後で理屈で考えても、まあ、この辺ターコイズっぽいの使ってるし、この辺が黄色っぽいグリーンなんですけど、ターコイズはグリーン寄りの青だし、この星の色とか濃い黄色ですね、ここに赤があってって感じで、この黄色っぽい赤ですね、そういうのと合ってるんじゃないかと思います。色を感覚で見ることができる人は、まあ感覚で合わせていくことができると思いますし、こういう私の話も聞く必要はないかもしれないんですが、ちょっと感覚的に難しいよっていう方は、さっきも言ったように絵の中にある色から選ぶと、まあマッチしやすいんじゃないかと思います。これは地上へ続く道っていう絵なんですが、例えば白い額に入れてもまあ合ってますが、こういう濃い額に入れるとまた雰囲気が変わります。この濃い額にさらに色を加えると光が広がったように見えます。ここにはこの辺の紫ですね、そしてこのオレンジなんですが、オレンジ黄色系がこの色のほとんどを占めてますが、なんかこの色が光の色なのでこんな感じになっています。まあこれも絵の中にある色を使いました。これは夕暮れの二輪の花っていうタイトルの絵なんですが、最初はこういう茶色系の額に入れていました。で、もう一つ、これは一日の終わりという作品なんですけど、白地の額に入れていました。でもちょっと額を反対にしてみました。なぜならこっちの絵の方が暗くなりすぎたような気がして、それでちょっと入れ替えて、もう一つの絵は一日の終わりなんてタイトルなので、こういう落ち着いた色のがいいかなと思ってこっちにしたんですが、どっちの額に入れても色的には合ってるんですよね。こっちの方はこの絵の背景の色を3色こうやって水玉模様にしたんですが、もう一つの方はもう一枚の絵の方に合わせてあるので、もっといろんな色が塗ってあります。でもこの色の傾向っていうのはこの絵に入っている色と同じなんですよね。なのでこんな感じになりました。もう一つの額の方がなんかポップな感じがするんですが、この絵のタイトルが一日の終わりなんてものなので、ちょっとこんな落ち着いた色にしてみました。で、もう一つの絵の方はなんか暗い感じだったので、こっちの方がいいなと思って、それに使っている色もこっちの絵とマッチしてるし、この額にはグリーン系の色が使われてないんですが、そうすることによってこの絵の中のグリーンが引き立つんじゃないかなと思いました。で、この作品はギターを弾けない夜というタイトルなんですが、まあ猫がギターのところにいるんですけど、ギターを弾く人がいないので今夜はギターが弾けないということですね。まあそれはさておき、この額ですね、この額にはこの絵のバックグラウンドの色が使われています。この空の色ですね、この光と月ですかね、これは。
このバッグの色を使うことによって額もこのバッグの一部みたいな感じだなと私は思っています。でこの絵のタイトルは赤いお椀に青魚なんですが、こんな感じの額に入れました。で額の色はこのバックグラウンドのグリーン、それからちょっとサーモンピンクっぽい色と、あの黄色っていうか黄土色っていうか、そんな感じの色ですね。でこの絵はある夜の高架下というタイトルなんですが、こんな額に入れました。額の色は月と空の色ですね。一番下にピンク色がちょこっと入ってるんですけど、この色を引き立たせたかったので額にはピンク系の色を入れませんでした。で最後、これは太陽の黒点というタイトルなんですが、額をこんな感じの色に塗りました。この太陽の黒点なので黒い太陽なんですけど、その周りはグリーン系ですね。その一番下もグリーンと白の、地面なのか水なのかちょっとわからないんですが、上下がグリーン系でグリーンに囲まれた感じがしますよね。グリーンに囲まれてるような感じにしたかったわけじゃないんですけど、なんかグリーン以外の色がこのお花だったり猫だったりなので、額をグリーン系に塗ることによってこういったモチーフが引き立つんじゃないかと思いました。そんな感じで額にシンプルにちょっとひと手間絵の具で色を塗ることによって、一枚の作品に特別にマッチした額にすることができます。よかったら試してみてください。でちなみにショート動画で描いたこの絵、この絵のタイトルは白鳥の湖なんですけど、この鳥、顔が全然白鳥じゃないですよね。白鳥とか言って、白鳥みたいな鳥じゃなくても、そのことが私は面白いと思うので、そういう風に鳥を描きました。私は間違えてることが好きなんです。まあどうでもいいですけどね。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。